좋아요. 저거다! 메리카스만 비춰들어서 법석이 좋아! そこまで言うなら、お前を俺の弟子一号にしてやろうこともないぞ。渋々だけどな。せーな、甘く考えないでね。メリタスの必殺技はクールダウンタイムがやけに長いし、習得するまで何足もの本を満喫するよな。営業妨害なんかしやがって。やっ、そこだ、変態。よっ。ちゃんと手入れする。
これがニヒル将軍の特殊エネルギー体だそうだ。騎士の形とはニヒルの趣味の独特だね。セラ、超強い超能力反応を感じた。それはきっと俺のだ。冗談言ってる場合じゃない。騎士が活性化された全員戦闘体制。行くぞ。いや、 行くわよ。
こちらは T9 招待。帝国の特殊エネルギー体を破壊した。任務完了。 T9 招待、任務完了おめでとう。帝国の援軍が来る前に素早く撤退しなさい。了解、今から撤退します。帝国の人造兵器もそんなもんだ。相手が超能力者なら一発でこっぱみじん。そうかな、未完成品一台に買ったくらいでそんなに自慢する。あれ、誰？人造兵器じゃない、帝国の将軍だ。先ほどの戦いぶりは実に見事だった。マッチョ男子、大地に立つ。セラ、気をつけるのよ。あんたたち、ここで死ぬ。残念だけどね。強い。帝国四大将軍の三人も来るなんて恐縮だね。いや、四人だ。思った以上に強いんだな。どうしよう、彼らの超能力レベル、セラが感知した中で一番強い。みんな、プラン B で行く。決裁者め、オートマトンとレプリカントは最高のアートなんだ。なのにこんなにボロボロに仕上がって、本当に逃げ切れるとでも思うのか。空を飛ぶ鳥に伴い、神に代わり意志を貫け。テレポーテーション、できる人間がいるとはな。モルタリア、早く！お前らの命でニヒル様の芸術品を弁償しなさい。私たちの任務はもう終わり、また今度にしよう。先日の帝国研究基地での奇襲任務、見事だった。さすが決裁者の戦術エリートチームだ。学院の議会も高く評価している。こういうのはもう慣れてますボス。ただし今回は違う。君たちを撃つためにサイエンティア帝国の四大将軍が出揃うなんて実に危なかった。科学狂人のニヒル将軍まで自ら出陣とは。襲った基地は彼の新しい技術実験場に違いないだろう。ポエティカ議員、お疲れ様です。お、ご苦労様。今回ベリタスがテレポーテーションを使えてよかった。帝国の将軍たちは強い、戦っても勝算は薄いと思います。交戦すれば君らは全員死ぬ。決裁者の戦闘記録によれば、キューヤ将軍は帝国最強の超能力者、人造兵器の部隊より彼女の戦力の方が上だ。ニヒル将軍の方も戦闘に関する情報が全くない。ただものじゃないと思うが。あのサイコパスの実験、どんどんエスカレートしてる。続々と殺人兵器を作り出して私たちとの戦争に使っていた。フィロソフィア学院が彼に奪い取られてしまったら、次の実験計画は世界を滅ぼすこと。この10年、我々フィロソフィア学院が
サイエンティア帝国と対抗し続けてきたのもニヒルに帝国の主導権を握られたからだ。決裁者は学院のエリート超能力者として何としても使命を果たし、学院を守り抜いていかなければならないんだ。学院にもっと多くの超能力者を選抜して決裁者部隊に参加させてほしい。戦力をもっとつけないと。戦争がいつ終わるかわからないけど、帝国の部隊に殺された決裁者の戦士たちを思い出すたびに自分の無力さが憎くて。当初オール A の成績で決裁者に選ばれ、わずか19回の任務をやり遂げただけで一級決裁者に成長できた君はもう十分優秀だ。でも帝国のニヒル将軍を前にして彼を殺して戦争を終わらせることができなかった。逃げるしかなかったんです。もう10年か。いつか終わるさ。はい、帝国の人造兵器を倒し続ければいつかきっと戦争は終わります。難しいことを考えないで、せっかく取れた休みゆっくり楽しんでこい。そうですね。そういえばボス、猫は？知らないね。またどこかへ遊びに行ったんじゃ。とりあえず猫ちゃんと遊んでいきます。任務が来たらいつでも連絡してください。
こだ。行くわよ。そこだ。行くわよ。行くわよ。行くわよ。どこだ？行くわよ。行くわよ。どこだ？行くわよ。行くわよ。どこだ？行くわよ。
くわよ。そこだ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 。行くわよ。そこだ。そこだ。行くわよ。そこだ。行くわよ。そこだ。行くわよ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 。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ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 。行くわよ。行くわよ。どこだ。行くわよ。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ。どこだ。行くわよ。どこだ。行くわよ。どこだ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 。行くわよ。どこだ。行くわよ。どこだ。どこだ。行くわよ。どこだ。行くわよ。どこだ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 。行くわよ。行くわよ。どこだ。行くわよ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 。どこだ。行くわよ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 。どこだ。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ。行くわよ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 。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ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 。行くわよ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 。どこだ。行くわよ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 。どこだ。行くわよ。どこだ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 。行くわよ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 。どこだ。どこだ。どこだ。行くわよ。どこだ。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ。行くわよ。行くわよ。行くわよ。どこだ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 。行くわよ。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ。行くわよ。行くわよ。どこだ。行くわよ。どこだ。どこだ。行くわよ。どこだ。行くわよ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 。どこだ。どこだ。行くわよ。
こだ。行くわよ行くわよ。そこだ。行くわよ行くわよ行くわよ。そこだ。そこだ。そこだ。行くわよ。そこだ。行くわよ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 。そこだ。行くわよ。そこだ。行くわよ。行くわよ。そこだ。行くわよ。そこだ。行くわよ。行くわよ。
ここは久しぶりだな。いつ終わるのかな、戦争は。帝国のニヒルを倒した時、自然と終わる。この前ようやくニヒルに会ったのに、逃げることしかできなくて。私は本当に弱虫だ。だが逃げなければ、あっさりと犬死にをする愚か者の弱虫だ。必ずこの手でニヒルを仕留める。学院がニヒルのレプリカント部隊に襲われた6年前、お兄さんが犠牲になった。あの時から一日も訓練を怠らなかった。これ以上仲間に傷ついてほしくない。でも今になってもまだ力が足りないんだ。ま、俺と比べると確かにな。喧嘩売ってんの？セラの相手をしてやれ。二級決裁者になったばかりでかなり興奮している。対戦相手を探しまくっているそうだ。ヘマしないといいけどね。やっぱり見に行こう。
またセラにやられた。え？セラ、研究のお手伝いしただけだよ。そうは言っても、勝手にあちこちボタンを押されてしまうと。安心して。セラ、もう二級決裁者だよ。どんな奴が来ても、セラがぶっ倒してあげるから。はぁ？本当なの？ベルビア隊長、セラが本当に二級決裁者になったの？そうよ。この前の任務、無事やり遂げたから、議会がセラを認めたんだ。私も二級決裁者になりたい。ベルビア隊長と一緒に任務に行きたい。私たちの任務は極めて危険。まずはちゃんと訓練を受けなさい。仲間は無事でいてほしい。セラぐらい優秀じゃないと T9 戦術招待には入れないよ。この招待の二級はお前だけ。俺もベルビアも一級だ。でもその自信は気に入った。もういい。セラ、訓練に行く。やっ！
時に死んで。
よ。そこだ、そこだ、そこだ、行くわよ、行くわよ、そこだ、そこだ、そこだ、行くわよ、そこだ、そこだ、そこだ、行くわよ、そこだ、行くわよ、行くわよ、そこだ、そこだ、行くわよ、行くわよ、そこだ、そこだ、行くわよ、そこだ、行くわよ、そこだ、行くわよ、行くわよ、そこだ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 、そこだ、そこだ、そこだ、行くわよ、行くわよ、行くわよ、そこだ、そこだ、そこだ、行くわよ、行くわよ、そこだ、行くわよ、そこだ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 、行くわよ、行くわよ、行くわよ、そこだ、そこだ、来たか。それじゃあ始める。前回のターゲット帝国基地はある最新の人造兵器を開発するニヒル将軍が有していた場所だと議会の調査で分かった。議会の分析によるとニヒルは大型次世代人造兵器の計画を実施しているようだ。だから今まで見たことのない帝国の人造兵器部隊とやたら遭遇するんだ。あのサイコパスの計画は一体何ですか？現状誰も知らない。だからT9 招待に調査してほしいと議会の決議だ。この前は帝国の四大将軍に遭遇しただろう。だから今回の調査任務は極めて危険だ。念のため帝国将軍に関する全ての情報を君らに開示すると議会が決定した。うまく使っとけ。それは機密情報では俺たちに明かしてくれるなんて簡単な任務じゃなさそうですね。セラはもうもっと危ない任務にも行けるよ。サイエンティア帝国の皇帝は10年前行方不明になり、以来ニヒル将軍が帝国の実質上の支配者となった。帝国四大将軍のトップ科学者でもあり、戦闘能力については何の記録もない。彼は人類の超能力を認めないサイコパスだ。科学が全てだと邪悪な研究をし続けている。モルターリア将軍、ニヒルの右腕、超能力が暴走して死にかけたところ、ニヒルに科学技術で体を改造され一部の人間性をなくした殺人鬼、死神の鎌と呼ばれている。竜崎将軍、帝国の前線司令官、ここ数年我々決裁者からの反撃を何回も阻んできた。自ら兵を率いて学院に攻めてくるのが一度もなかった。帝国の軍刀と呼ばれている。旧野将軍、帝国将軍の中で最強戦力の持ち主、足取りは謎。今までの反撃戦や防衛戦で一度も手を出さなかった。ニヒルの指揮は彼女に聞かないようだ。学院とは数回の奇襲で出くわしただけ。赤と青、瞳の色が違うので分かりやすい。うわ、すごい！一度で4人に会うなんて。だからおかしいと思っている。同時行動は珍しいというのに。情報を君らに開示するのもそのわけだ。ちゃんと準備しとけよ。はい。私の推測が間違いなければ。調査場所は一番危険なフィニッシュ廃墟ですね。賢いね。調査の場所は超能力による災難で破壊されたフィニッシュ廃墟だ。帝国にも極めて近い。簡単な任務じゃない。油断は禁物。どこに行っても逃げることが許される限り誰とでも引き分けに持ち込めますよ。あんたのテレポーテーションは逃げる専用。よく自慢できるわね。いいか、フィニッシュ廃墟に急行するのだ。そこで待っている人と合流しなさい。了解。セラ、待ちきれない。それでは、ブーンを祈る。行くわよ。そこだ、そこだ、そこだ。行くわよ、行くわよ。そこだ、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 行くわよ、そこだ、行くわよ、そこだ、行くわよ、行くわよ、行くわよ、行
行くわよ。そこだ。行くわよ。そこだ。そこだ。そこだ。行くわよ。そこだ。そこだ。行くわよ。行くわよ。そこだ。行くわよ。そこだ。Thank you.